こんにちは、松田孝代です。今日はですね、皆さんに、リウマチについてお話ししようと思います。リウマチっていうのは皆さんあんまりこう若い人には馴染みのない病気かもしれないですよね。例えばおじいちゃんおばあちゃんがなっていたとか、まあ近所のおばちゃんがなってるよとかっていうので聞いたことがあるかもしれません。で、実は日本っていう国はですね、世界的に見てもリウマチがとても多い国だというふうに言われています。で、今回なぜリウマチのことについてお話ししようと思ったかと言いますと、私まあ毎日アメブロを今書いているんですけれども、アメブロって、その開いた時にいろんなそのアメブロの中 の, あのいろんな記事の紹介があって、でそこでたまたま芸能人の方の、ブログが紹介されていて、でその方が、口内炎ができただけれども無理してそのご飯を食べましたみたいなことが書いてあったんですね。題名はその無理やりご飯を食べたみたいな感じのことだったんですよね。でそれどういうことなのかちょっと気になったので一度開いてみて、まあ私テレビを見ないので芸能ネタが全然疎いので、あのたまにはそういうのを見ようかなと思って開いてみました。そしたら、今もお母さんアイドルとして頑張ってらっしゃる堀ちえみさんのブログだったんですね。で彼女はあの前にですね、大腿骨っていう、いわゆるその足の太ももの骨、大腿骨の一番上の頭のところですよね、丸くなってるところが壊死する病気になって手術をされたりとか結構大変だったみたいなんですけれども、まあ私より2つぐらいあの年齢が上で、まあ、昔はあのスチュワーデス物語とかってあのドラマを見てたので、同じ大阪出身でね近くだったのでやはりあのよく見てました。でその彼女があの、まあ、なんでこうないできたんだろうなっていう素朴な疑問からちょっと覗いてみたんですよね。そしたら、そういう昔には病気したとかいうことが分かったりだとか、最近またご病気が発症したようなことが書いてあったんですね。でそこでリウマチというところがあの浮上してきたので、あじゃあ彼女どういうことで今困ってるんだろうなと思ってあの検証してみました。で、私が大好きな久志道夫先生のザ・マクロビューティックでリウマチとか調べたりとかしてですね、ちょっとあのいろいろ、検証させていただいたんですね。でまず、堀ちえみさんが今回、口が痛いのに頑張ってご飯を食べたっていうこと自体、もう私の中ではそこでもうなんかブザーが鳴ってる状態なんですよね。口が痛いイコール食べるなっていうサインなのに食べちゃダメじゃんって思ったんですね。で、まず体は体を休めるために、舌を噛んだりだとか口の中を噛んだり口内炎ができたり腫れたりでして、直接ここに入れるのをやめさせようと思って唇になんかできたりとかね、そういうふうにするわけです。なのにそれを例えば薬だったり痛み止めだったり塗り薬だったりで、抑えて食べるっていうのも本当にナンセンスで、もう本当に体がかわいそうだからやめてほしいなと思いました。まずは体から食べ過ぎですよ、もう休んでくださいっていうサインが出てるっていうことが一つ言えると思います。そして、それプラスなんですが、今回リウマチのことをちょっと調べてみたところですね、まあ、特に40歳以上の女性にすごく多いと言われてるんですね。男性よりもやっぱり女性の方が3倍くらい多いんだそうです。で、まあ、子どもから含めてあの出てくることはあるそうなんですけれども、やっぱり年齢が上の人の方が多いみたいなんですね。で、まあ、関節とかによく出るっていうことがあって、指の関節とかに出たりするっていうことなんですが、まあ、いわゆる治療方法としてはステロイドを使ったりするっていうことなどが書いてあります。で、例えば陰陽の考え方から言うと、慢性関節リウマチっていうのは陰性な疾患であるというふうに書いてあって、で例えばミルク、牛乳ですね、でアイスクリーム、ヨーグルト、その他の乳製品とかパンとかペーストリーに使われる精白した小麦粉とか油っぽい食べ物とか砂糖、チョコレート、キャンディー、その他の濃縮甘味料だとか
濃縮甘味料だとか大量の果物や果汁、熱帯性の食品、スパイス、刺激物、アルコール、薬物などが原因として引き起こされるっていうふうに書いてあります。でなので、陰性傾向の、食事を、やっぱり陽性に調整していく必要があるということですね。そしてですね、これを読んだ時に、過去の、堀さんの、ブログをこう遡ってみた時に結構、自分の食事とかの、写真とかもアップしてたんですね。そうするとですね、すごくやっぱ乳製品が多いっていう、ヨーグルトとか飲むヨーグルトとかもそうだし、あとクリームシチューだとか、そういった乳製品が結構紹介されている。でしかもチョコレートも紹介されている。で甘いものもいっぱいっていうところで、お職業柄っていうところもあるかもしれませんけども、彼女がやっぱりこれをやめない限り、どんどん進行は進んでいくのかなとちょっと心配になりました。そしてあともう一つちょっと気になったところが、堀さんの、自撮りの写真を結構撮っていらっしゃるんですけれども、鼻の頭がね赤くなっている。これは寒さのせいだったらいいんですけれども、いくつかあったのでそういう傾向が出てるかなと思うんですけども、鼻の頭って心臓に、つながっているんですね。なので、心疾患にまでリウマチが及んでいないことを私は本当に切に願いたいなと思っています。で特にいろんな病気は例えば陰性の傾向とか陽性な傾向とかありますけれども、素人がなかなかそこを見抜くことは難しいです。なので基本である、中庸に持ってくるっていうのが一番大事。両極端に陰陽なものじゃなくって、できるだけ中庸なものにする、極端に甘いもの辛いものとか動物性のものとかっていうものではなくって、玄米ご飯だったり、玄米難しかったらご飯でも構わないです。ご飯をよく噛んで小食にするっていうことだけでも、いろんな症状は緩和していくと思います。難しかったら、いろんな、食養生、例えばマクロビオティックされている方のコンサルをされている方とかにご質問されたりとか、そういったお教室に行かれることをお勧めします。でもちろん、お医者さんに行くっていうことも一つだと思いますが、なかなかその生活習慣によって起きた病気っていうのは薬とかでは治りにくいんですね。手術をしても結局そこの、今の結果を取り除いても、原因を取り除いていないので、また同じことの繰り返しです。なので原因を取り除くためには日々の生活習慣を変えるっていうことが必要ですので、その生活習慣を、指導してくださる方に、ご相談されることをお勧めします。で私の急性気学セッションでは、その人のもともと生まれつき弱い臓器ですとか、その人の食の傾向から、皆さんのお食事の指導もさせていただいておりますので、ぜひご利用いただければと思います。では今日ちょっと長くなりましたけれども、ちょっとリウマチについてお話しさせていただきました。参考にしてください。